が大事になってます。この葉に紛れて鹿がいてるんで、これ今3頭釣ってますけど、なかなか分かりにくい。ここは何頭生きるでしょう。1、2、3、4、5、6、奥にいてるから7。1、2、3、4、5。奈良鹿チャンネルではこれからも奈良公園のいろんな鹿ちゃんを紹介していきますので、皆さんチャンネル登録高評価お願いしますね。ほなさいなら。